ございます。プレイステーション4版バイオハザードビレッジパート6。あれ、レイの細工ができた。赤い煙突の家に運んでおいてくれ。その細工がさ、ちょっと俺見当たらなくて。あ、もう運んでくれてんのか。なるほど、赤い洞窟これかな。あれ、OK。 いややわー、ちょっと音が、ちょっと待って、ヘッドホン調整します。よしよし、オッケーオッケー。俺の声もなんかクリアに聞こえる。クリアってかなんか枯れ、ガサガサな、枯れてるよね俺の声。まあいいや。はぁ、なんかアロワナみたいな。あれ、これ倒せんのか。骨折じゃないの。なやそれ。よしよしよし。ババア。ババア。こいつは敵じゃないはずや。俺はそう信じたい。深夜の月が黒き翼で舞い上がる。最後の明かりを待つのに。うん。正義も死にもマザーミランダに栄光を。おい、覚えてるか。城じゃ危うく死にかけた。この村で一体何が起きてるんだ。死にかけたということは生きてるということ。まあ、そうなんだが。賢者と交わす問答じゃ。はい。ほけるなよ。まだローズが見つからない。あの子はどこへ連れて行かれた。いや、このもう手遅れじゃ。あら。いや、正しくは手遅れになりかけている。何とかして助けてくれ。あの子は生贄とな、命に捧ぐため。命に捧ぐ生贄。話じゃあるまいし、ただの赤ん坊だ。四つの家紋を探せば道が開けるかもしれぬ。うん。謎かけしてる場合じゃない。探してるのは娘だ。謎が解けた時、謎かけではなくなる。はいはいはい。あ、お、お、お、見覚えが。ほう。おい、待ってくれ。ああ。おい。おい、何をしてくれる。総欲の鍵。なんやこれ。ここか。オッケー、そこまで、そこまで言うならやりましょう。待てよ、トラウマがある。腕落とされたトラウマがある。ああ、そういう系。しょ、いやー、ガラスはできればこれか。え、なんやろ、そういうの鍵違うな。とりあえずブラブラしよう。マップ見るか。なんかあるんやね。ただここはまだ行くところじゃないんか。俺がこの先か。いるやんか。え、2ルートある。こっち行こう。 先に。いやー、あ、なんか今変な音聞こえた。スナイパーライフル弾ってことは、俺に何か、俺に求められているのはシューティングや。絶対お前、おら、おら、ん、え、どこ。倒せんのかな。撃ってみるか。おお、待て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 、
待て待て待て。50例。ヤバめ。よし。3発。たまんなくなりそうなんやけど。大丈夫？薬液。ナイス薬液。ほう、びくしょ。ここ箸、下ろせんのかな？これでいいんちゃう？違う。これは何やろ？ほーん、まあ、ここでは使えないらしいな。いいでしょう。次、狼戦うんか、俺は。怪しいな。怪しくないか。今回狼戦うんか。スクラッピーハンドガンたま、うん、なんか今ちょっと重くなったな。てことは何かがあるはずや。気のせいかな。何これ。お、トミトレスク。え、なんやろ。違うな。今は開けられへんのかな。しょうがないよね。あかんかん、ちょっと離れとこ。画面顔離して。うん、いや、あ、帰ってきたな。あ、そういうこと。はあ、はあ、はあ。来ましたね。ここなら会えると思っていました。あら、おデブちゃん。無駄骨だった。そうですか。でも何か手に入れられたのでは。うん、そうだね。何かはわからないが。おや、娘さんがその中にいるじゃないですか。え、何を言ってる。よく見てごらんなさい。お、ヘッド、嘘やろ。ロ、あ、その瓶にはトークが入っているようですね。はいはいはい。もうバラバラになってるやん。老子様は、ちょっと黙っててくれ。え、マジか。こんなのありえない。嘘だと言ってくれ。終わってん。娘さんはまだ死んではいませんよ。特別な力をお持ちなのです。あ、そうなの。いい、特別な、こんなこと。助ける方法ならあります。特別な力。何言ってる。どういうことだ。村の西側に赤い煙突の家があります。はいはい。そこにいる男を訪ねなさい。この話の続きはその後。はい。もったいぶるなよ。何なのかさっさと答えろ。私を信じなくても結構ですが、娘さんのためです。はい。うん、この商人は何なんやろな一体。どうぞお好きに。
すべてはお客様次第。そうでしょう。騙したらただじゃおかないからな。いらっしゃい。これこの人売っていいのかな。弾あるな。買いだけ買うか。面白い選択です。高倍率スナイパーライフル、チークパッド、パイプ手榴弾。アイテムスロット、収納枠拡張、もう会いたくないな。これ私欲。ほう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 。とりあえずこっち行けってことやね。そういうくの鍵さなれるか。いきなりびっくり系はあれ、そうでもないな。あ、声が聞こえる。どこやったっけ、俺どこ行くんやったっけ。六翼退治の鍵、鉄格子の鍵、これか。まだ待てよ。キーピークが求められてる、この先。そうそう、こん中ね。俺キーピーク一つ持ってたんで開けられるはず。どこや、あれねえな。お、こっちか。いいの出てくる、いいの、いいの。ハンドガン、弾、よし。ショットガンの弾、いいね。いや、むっちゃ使っちゃったからさ、無駄に。あれ、多分、当たってなかったよね、だいぶ。赤レンガの家だっけ。あれ、ここじゃないの、違うか。ここら辺も開けられそうやね。赤い煙突の家か。俺全然違う、なんか好き勝手言ってたね。赤い煙突の家なんかあるか。え、向こうから施錠されてる。ん、こっちか。これか、赤い煙突。お邪魔します、お邪魔します。はいはいはい。なんだこれ、旗折りか。なんだ、誰かいんのかいな。隠れてんのか。あれ、どこや。待てよ、なんか俺アイテム取れてないみたいな。どうやらアイテムを取れてない。あ、そう。え、感覚を研ぎ澄ませてもらって。あ、単純な鍵、響くか。向かいの煙突の家から悲鳴が聞こえた。ここから様子、これから様子見に行くが、瓦礫が邪魔で集落を大回りするしかない。馬小屋の壁の穴がこんな時に役に立つとは。朝までに俺が戻らなければ、お前一人でルイーザの屋敷まで行け。あれ、ここ開けたよね、全部。あれ、ハンドガンまた、俺前入ってなかった。あれ、この家入ってないのか。初めて、よろしく。んで、馬が開けた穴とか、いやでもこう通ってるよ、俺絶対こう来た気がする。ちょっと待っていくか。待て、うん、こっちは何。
どうした？タフやな。よい。タフやな、タフやな。こっちか？大丈夫です。大丈夫です。こっちか？何かで動かせそう。何で動かせそうなんやろ。え？なんやろな。違うな。引っ張んのかな？馬？マシンがあるのかな。こっちから回らなあかんのかな。でもここ行くと同じとこに来るんではなかろうか。大丈夫なのかな。そうよね、ここじゃ意味ないもんね。こっちか。じゃあ何かで動かせそう。エンジン？なんか入れろ絶対。あらもう、こっち開く、開かない。赤い煙突の家、あ、これか。赤い煙突ね。閉めとこうか、ちょっと汚いな。なんかあるな、ここ。え？はい。上か。あ、なんかある。これ撃ったらいいのかな。あ、ショットガンの弾。ああ、なるほど。なるほどね。向こう施錠。何か道具が必要。道具なんかないけどね。ああ、あったわ。820例。C07。ほう。Look out the window。 あ、もうなんこれ。待て、おつけ。よしよし、しゅ、うし、うし。あれ、まだ。あ、ミスター撃ちすぎた。で、なんや、ルックアウト、0704。あ、そういうこと。0704。なんだっけ、08やったっけ。はいはい。お、ジャッキー。待て、ん？どっちが強いのこれ。レミと、でもそういうことやろ、多分こっちの方が強いんやろ。全然強くなかったりしてさ、それちょっとフィントって引っ掛けっていうか強化すればいいか。
めてあずした。やばいやばい、待て待てくれ、あいだー、くそくそったれ。よしよし、全然気づかなかったわ、マジで。でもこっちの方が強そうやな、なんか。しかも戻るか、待ってくれ。で、これ装備を調べる。あ、これ144-04-22-518、調べる。ほー、なるほど。これ外せんのかな。これリセット、はいはい、オッケーオッケー。じゃあちょっと強くなってるね。一回戻るか。じゃあこっちじゃない、どこだっけ、この上なにこれ、あれどこや。違う違う、こっちじゃない。え、いや違う、この上か。 OK、 はいはいはい、帰ってきました。どうも。ああ、ようこそ。ようこそ。武器を強力に改造したいときはお声がけを。うん。170。レミ。レミってもういらんのちゃう。どうなんやろう。ああ、まあでも残しとくか、一応。監禁組み合わせ可能、組み合わせ可能やったら残しといた方がいいな。ドミトレスク夫人、死してなお美しい、このくびれが、うん。はい、連射速度。装填速度。こう見えても手先は器用なので、ね。そうだす。最強。アイテム購入。上野は生きている証。ありがとう、お互い様、お互い様じゃない、お互いにみたいな、いい日をお互いにみたいな言えるといいよね、さらっと。かっこいいよね。いやー、これはなかなか、なかなかハードやな。これで、いやこれさ、ジャッキークリップ、お大丈夫、こういうことよね、これさ、あかかかかかか、ほらほらほら、あ、いた、いる、いない、あれ、おい、あ、違うもんや、上？これ？お疲れっす。早い。早い。ほい。あ、受けた。おや、おや、おや。よしよし。よし。死体踏んどこ。いやキーピックで開けられるとこあるな、どこやと、ん、えんと、いや、おるよね。え、全然揺るがない感じ。
やめよい。やばいやばいやばい、ちょ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 、待って、あかん、どうした、あ、うまいうまい、オッケー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 、弾ない、もうない、ハンドガン、マジか、マジないな、いやー、きつ、弾ないんやけど、パイプ手榴弾、ほう、弾なくなったな、いよいよ、これ全員倒さんでいいんかな、もしかして、すごいな、あれあれ、ちょっと待った、これはたぶんね、たぶんこういうことやろ、取れてるやん、お面が、マジか、強くない、ああそう、ここか、ここではなさそうやな、でもこれ違う、ハンドガン、移動のハンドル、移動のハンドルな、どうなるか分からへんけど、まあまあまあ先移動回した方がいいかな、もしかして移動って結構あるよね、ちょっと遠すぎ、遠すぎくんやけど、まあ、ここか、ここっぽいよね、はい、ここ、この家、 トイレチェックしよう、なんか今出てくれ、あ、キーピック、よしよしよし、マジか、マダリーナ人形、マダリーナ人形、待てよ、俺はそれは、うん、これか、組み合わせ、あ違う、あ、どうどうか、じゃダメやな、ガンパウダー、弾がさ、まあ増えたけど、これきついよな、スナイパーライフル、ああスナイパーライフル装備しとこう、ショートカットで OK、 何これ、バイオリン、バイオリンのマーク探すわけ、ほいほいほい、移動のハンドルで探せってことか、あ、移動のハンドルじゃねえ、移動に入ってんのかな、まあそうやろうね、多分こっから行けそうな移動を探そうか、全然違ったりして、ここ、ここ、こ
ここ、あー、なるほどな。まっすぐ行ってこっちでもいいな。老婆に見えた。このハンドルが老婆に見えた。疲れてるよね。大丈夫か。お、キービック。マジか。そういう感じ。オッケーオッケー。色のハンドル。うん。二つ穴の首飾り。なんやろそれ。はめ込む組み合わせ。ああ、監禁。撃つか。やばいかも。やばいやばい、引っかかってる。引っかかってる。ちょっと待って。引っかかってる。来んのかな。ここまで飛ん。引っかかってんな。でも帰ってきそうやけどな。でも。来れへんのかな、もしかして。あ、外した。ゆっくり狙う、ゆっくり。よしよし。あ、入ってきた。はい、入ってきてないぞ。引っかか、うわ、入ってきた。あ、どこ行った。お、あ、死んだんや。ってことは、キーアイテムがあると、こっちに。違うかな。よしよし。お金で買えるもんが結構あるんで。待てよ。いる、こっちか。え？何これ。待て。うん？これもしかして倒せへんのかな？いや、ほっとこう。あ、倒した。アニマルハンター。獣の特上肉、商人に納品。どうも。おお、いい。はい。ライカンの結晶としては完全な状態。違う。これはもう売っていいね。希少納品用食材って何？納品ってあんのかな。売るってことよね、多分。買取も信頼安心の適正価格です。というかさ、あ、まあ、ショットガン装填速度、相談数、連射速度。あ、これさ、このピストルって、ピストルっているんかな。レミ、これ撃っていいのかな。最後強くなるとかあるかもしれない。でも M1911 の方が強い気はするけどね。まあ、レミ撃ってしまおうか。ごめん、もしなんかあかんかったら。手ぶれ。間違えた。ちょっとそびカスタマイズ。
銃のカスタムも受けたまりますよ。もちろん良心的な価格でね。へえ。それを選ばれると思ってました。地雷とか作れば、まあ、いいのかな。またお会いしましょう。パーツ装着する。あれ、パーツ外すとかもできたのかな、もしかして。あ、でもロングマガジンはレミ用とか書いてあるから、多分レミにしか付けられへんだろうね。これいる？いるっていうか、あの、いいのかな。うん、分からへん。これ上登れるやん。そうだ、今気づくっていうね。マジか。ああ、これ降りれへんな。お、鶏。ここに降りれんのか。はあはあ、はい。あれ、鳥の生肉、ガンパウダー、大丈夫？後で困らへんのかな。卵をこう産んでくれるみたいな、実はない、ないかな。大丈夫かな。結晶、結晶の塊、結晶の魂じゃない、塊か、塊よね。何？ん？あ、別に何があるわけでもないんか。ここ入ったことある？ちょっとまだ開けんねん。これ煙突の家、もしかして。お、煙突の家、お邪魔します。どうしたらいいの。あ、でも殺しちゃったけど。なんか変な感じだったよ。え、どっかから入れるのかな。裏、いや入れへんな。ちょっと待った、鍵閉まってる。助けてもらいに行こう。教えて、ヒントくれ、ヒント。嫌なカラスの声が聞こえる、鳴き声が聞こえる。はい、何かご入り用ですかな。ちょっと待った、じゃあ肉を。このままでは食べられないって、もしかして何かしたら食べれるのかな。買い取りも信頼安心の適正価格です。たまーなー、もうなくなったな。これがあなたの力となりますよ。地雷ね、全部ソルダード。良き日よ。ありがとう、お互いに。どうしたらいいんやろう。向こう側から施錠されてる。あ、なんか後ろ、裏から登れそうな雰囲気出してんな。あ、これか。はいはいはい、これライカも登れるよね、多分。あ、そういうこと。入っていいの。よしよし、よくない。食われた、もしかして。マジか。
え？嘘やろ？ああ、そういうことか。ミランダ様に山羊二頭を献上、ミランダ様に毛織物献上、指定された役人と器具を数日内に用意するよう言われる。何に使われるのだろうか。ミランダ様は連絡なし、やけに家畜どもを騒がし、夜明け前九段の品を岩の境界まで届けるように言われる。そこで私は恐ろしいものを見た。そこには囚人の4人の貴族様と見知らぬ赤子を抱くミランダ様がいた。ミランダ様が何かつぶやき、そっとその子の顔に触れた。すると何ということだ。見る前に赤子の体が白く結晶に変わっていく。そしてその結晶を私は思わず尋ねた。一体なぜこんなことを。ミランダ様は微笑み言った。この子は選ばれし子、いかなる姿になろうとやがて元に戻る。そして貴族様たちが結晶を一つずつ授かり去っていた。ああ、なるほどな。私はミランダ様への礼儀も忘れ、その場を逃げ出した。恐ろしい。一体あの子は何なんだ。あ、なるほど。何？総欲の影は三つの部品で真の姿を取り戻す。総欲が六欲になるわけね。4億になった。戻るか、デュークのとこへ。戻れるのか、これは。なんか戻れない雰囲気。ああ、アンノガンの弾。マジか。いやー、それ簡単に戻らせてもらえへん感じちゃう。走ろう。大丈夫？戻れる？俺は戻れんのか。あ、いや、ちょっとこれ。ちょっと見て。あ、大丈夫か。ただいま。どうです、何か分かりましたか。うん、ヒントね。羽を見つけた。この金細工でどうローズを助ける。まあ落ち着いて、まずその鍵を使ってローズ様の瓶を集めねばなりません。はいはいはい。残りはどこにある。瓶は全部で4つ、残りの3つは各貴族が持っています。貴族ね、はいはい。この村を統治している冷酷な教祖ミランダのもとには4人の貴族が仕えています。一人はあなたが倒したドミトレスク夫人。うん。二人目は村の奥深く霧の谷に住む人形使いのドナ。あ、次ドナ。俺戦うの。彼女の屋敷に入った者は二度と帰っては来られません。お、あ、そうなんだ。ちょっとこじまりしてんな。そして3人目は風車を抜けた先の湖に住む怪人モロ。うん。その湖には他にも恐ろしい怪物が住む。ああ、やばそう。水か。最後にして最も危険なのがハイゼンベルク教。うん。人里離れた工場に潜んで、まあ、一番なんかかっこいいっていうか、彼の工場には想像を絶する恐怖が待ち構えているの。ああ、そう。でもこれらが貴族っていうのはなかなかあれやね。え？何これ？水車小屋の火薬兵器。マエストロの収集品。ん？リーザの家。お？え？どういうこと？東側の集落からこう回っていってっていうこと？で、ここは、うん、なるほど。何？娘さんを助けたければ、まずは4つの瓶を集めることです。はいはいはい。今回だけは特別に。それぞれの場所を地図に記しておく。あ、ありがとう。また村には貴重な品が眠っています。どれもきっとあなたのお役に立つはずです。なぜここまで。いや、あくまで顧客サービスの一環ですので、お気になさらず。これは敵味方。何、今後ともどうぞご引き。まあ、ごゆっくり見ていってくる。ああ、そうだ、あなた、いい食材が見つかればぜひお持ちください。売ってしまった。
売ってしまった、やってしまった。全ては投資の一環。マジか。オルボワール、オルボワール、オルボワール、俺全部売っちゃったよ。